多分、かれこれ一週間ぐらいお水をあげてないし、そろそろあげとこうと思います。慎重にね、多分真上からザバザバかけたら、寄せた土が崩れて倒れちゃうから、横っちょからちょろちょろと土を濡らすだけっていう感じで。この浄路はそんな繊細にお水を出せないから。<laughs> 気をつけて気をつけて、そーっとそーっと。 ちょっとガタついたけど、まあいいでしょう。さあ、お前たち、水を吸うんだ。そして、でかくなれ。今日は冬にしてはあったかいですね。で、なんだかんだもう1ヶ月以上経つのか。この、<laughs> 一回まびいたけど、また、ぶっ刺した苗。<laughs> へにょへにょになっちゃった。やっぱダメか他の苗たちに期待ですね。あと数日はあったかいみたいだから、また、ぐんぐんでかくなりそう。 てなると苗同士やっぱ狭いかわからん。もうまびきたくない。あのね、この演芸動画って実は、撮影日から何日か後に公開される仕組みになってるんだけど、なんでこの説明したかっていうと、昨日朝から晩までちょっと忙しくて、撮影してなかったの。だから、昨日公開したやつと、今公開してるやつは、一日日が空いてるんだけど、 なんかさ、一日空いただけでめちゃくちゃ大きくなってる感じしないどうこれ。すごく大きくなってないちょっとね、一日ぶりに見ただけで驚いちゃった。本当に冬っていうぐらい最近あったかいもんな。どんどん大きくなるな。あんなにちっちゃかった3枚目4枚目の葉っぱがこんな大きくなって。で、また新しくね、ちっちゃく葉っぱが生えてきてる。 赤いところもすくすく大きくなってるのかなこれ春になったら何育てようかなお花もいいけどやっぱ野菜も楽しいな。どうしよう。すごく野菜っぽくなってきたんじゃないかこの葉っぱの感じとか。真ん中のまた新しく生えてきてる葉っぱ、着実に昨日より大きくなってるし。あ、根元がやっぱ赤くなってるみたいだね。 これ土の中ももうちょっと赤くなってるかも。それでもうちょっと土足して持っといた方がいいかな。うん。そうしとこう。まるで小さな畑ですな。茎の部分もだいぶなんか太くなってるんじゃないねえ。あんなにちんまりしてた双葉もこんなに大きくなって。で、この左端のね、一回まびいたけどまた植えたやつ、ヘロヘロになってたけど元気になってるし。 本当に今んとこ今年の冬はあったかいな。じゃあ今年の夏は涼しいのかって言ったら、そうは問屋がおろさないんですよ。本当に。暑い夏がそのうち来ますよ。全体を映すと結構いい感じの迫力になってきてるね。いつも結構近くで撮ってるからな。どうなんだろう狭いのかな狭いのかな狭いのかなって悩みつつ特に何もしてないけど。 気持ち的には、この中の何個かが赤くまん丸になってくれたらいいなぐらいの気持ちでやってる。そりゃね、全部まん丸になってくれたら嬉しいけど、なかなか丸く膨らまなくて苦戦してる人も結構いるみたいだからさ、私は簡単に丸くなるんだけどね。なんつってチョコレートディスコ。土がチョコに見えてきますね、この時期は。結構チョコレートをさ、 こうやって土に見立ててなんかそういう面白いお菓子作る人とかいるよねちょっと憧れるな私園芸はまだまだ初心者だけどチョコレートに関してはねチョコレート検定の2級持ってますからだからねカカオはねいろいろとすごいんですよ <laughs> もうほぼ忘れちゃったあらもう全く 真冬だぞ言うのに今日もあったかいですね最高です期待で胸が膨らみますねこれは大きくなるぞうん茎太くなってるなあでまた新たに葉っぱが生え始めてるしチョコみたいな土に葉っぱたちも喜んでんのか本命土だこれは本命土だそうだよ私からの本命の土受け取って土を足しましたさっき これで、20日大根用に買ってきた土全部使ったことになるな。あの、布の鉢の方に使ってた土、全部こっちに入ってる。やっぱ縮むというか、ぺちゃんこになるのね。もうちょっと追加で土買っといた方がいいかも。それにしても、虫除けネット外して撮影すると、迫力あるね。さっき葉っぱは触ったらさ、思った感じの感触じゃなくて、案外硬くてたくましかったわ。 前も言ったけど、この左下の、まびいたけどまた植えた苗、結構大きくなってきてるし元気そう。いいね。サイズはちょっとちっちゃいけどね。雨が降ったのかな葉っぱが濡れてて、みずみずしい。私も今日朝起きて、なんかこう気分が沈んでて、これじゃダメだと思って、シャワーをババッと浴びたら、さっぱりして気分爽快で元気が出てきた。20日大根見たら、さらに元気出てきた。 なんともまあ気持ちいい朝でしょう。うちょっと風強いけど天気が良くて。いやあ気持ちいい。おはようございます。20日太鼓も生き生きしてるんじゃないか。ねえ。昨日より一回りも二回りも大きく見えるよ。やっぱり太陽っていいね。植物と今共鳴している気がする。今日、お水をあげ。 用と思いましたが、やっぱ明日にします。理由は、なんとなくです。まあそういうこともあるでしょう。結構葉っぱが密集してきたな。でもね、いろいろラディッシュ育ててる動画参考にしてみたんだけど、結構こんなもんだったよ。だから大丈夫かなって思って。今回は前回みたいにひょろひょろと徒長してる感じもあんまりないし、やっぱ土の量なのかね。 昨日宣言した通り今日はお水をあげます前回の水をあげた時もいたと思うんだけどお水あげるとさ土が崩れちゃうからね結構気が重いんだよまあ端っこの方からもう真上からザバザバなんてかけたらもうぐっちゃぐちゃになっちゃうから端っこの方からそーっとそーっとですよじょうろももうちょっと性能のいいやつに慎重した方がいいかもしれないね 常路ロなんて全部一緒だろうなんて思ってたけど、多分違うんだろうね。こういうシャワーみたいにジャババって出るやつじゃなくて、一本の水でチロロロロって綺麗に揚げられるやつとか、ああいうやつの方が今の場合いいのかな要検討ですね。昨日お水あげてからさ、崩れちゃった土をまた盛り直したら、葉っぱにパラパラ土がかかっちゃってね、ごめんよ苗たち。 なんか何日か前ぐらいにめちゃくちゃいきなり大雨と雷。まあゲリラ豪雨ってやつなのかな。その時の雷がさ、音がでかすぎて怖かった。いい天気ですね。本当に今年は暖冬なんだな。あんまり寒くないもんな、毎日。私、スノーボードが好きで、 だから人よりもほんのちょっとだけ寒さに強いっていうのはあるかもしれないですね。猛吹雪の中、パーカー一枚で買い物に行ったこともあります。これはすぐ近くのお店だったからだよ。真似しちゃダメだからね、寒いから。正直、毎日この20日大根を撮影してるとき、寝ぼけまなこで撮ってるときもあるから、あんまり観察できてないときもあるんだけど、 改めてじっくり見ると、でかくなってるなぁ。いつ頃収穫なんだろうなぁ。いろいろ参考にしてるけど、冬にラディッシュを育てて、3ヶ月くらい時間をかけた人もいるみたいだし。理由とかはよくわかんないんだけどさ、一番最初に出てくる葉っぱまあ、この双葉ね。双葉だけ形が違くて、 後から生えてくる葉っぱはまた別の形って面白いよね。このハート型の葉っぱが一番最初からいる葉っぱなの。最初はね、可愛く双葉って感じだったけど、今はすっかり大きくたくましくなって、双葉っていう感じ。<laughs> まだそんな強くはないか。双葉から双葉っていう感じかな。<laughs> なんだこの話。今日もいい天気でございます。最高。 すくすく大きくなって虫食いもされずに。まあ冬だから虫食いには合わないのかな。防虫ネットもしてるけど。茎がうっすら赤くなってるから、なんかどんどん苗として成熟してきてるような感じする。丸くなってくれるかなどうかな丸くなってほしいな。私も一緒に丸くなってるんだからさ。ね。随分とわさわさになりましたね。 今日日でで50日目ですどうなんでしょう収穫のタイミングがわからないね。葉っぱの隙間から見る感じでは、まあ根っこが丸くなってる感じはあんまりしないね。今まで急に葉っぱが黒くなったり、急に根元がグラグラになってどんどん枯れ始めたり、そんな経験をしたから、ずっとこうやって元気なのが嬉しい。 はい、今日もいい天気。素晴らしい。それで、葉っぱがすっかりわさわさになったから、こうカメラを近づけないと根元の様子がわからない。でも、このアングル楽しいね。虫とか小人の気持ちになれる。まあ、頃合いを見て、いつの日か収穫しましょうね。絶対美味しいもん。はあ、ぁ、みずみずしい緑だこと。母親がね、この前、こんな動画があったよって。 なんか動画のリンクを送ってきて。それがさ、メロン食べて、メロンの種を土にまいて、さらにメロンを育てるっていう動画。ちゃんとメロンが出来上がってて食べてて美味しいっていう動画だったんだけど、めっちゃ羨ましい。そんくらい器用に園芸できるようになってみたいわ。尊敬する。私も、このラディッシュたちを立派に育てあげたい。なんか今日、やけにモサモサしてない 雨が降っててかつ結構あったかいからかな。一気に成長したのかも。もう映すのも大変よ。うん。茎が赤くなってるのは何なんだろうか。結構収穫の目印だったりすんのかな。調べないと。立派な苗になってるなぁ。もさもさ。頭洗って髪の毛乾かした後の旦那さんの頭みたい。もさもさしてる。<laughs> 葉っぱね、すくすく育ってるんだけどやっぱり丸くなってる感じはねしないしでなんだかんだもうちょっとで2ヶ月経つんだよねラディッシュ収穫時期って調べても大体30日から40日前後みたいなさ出てくるからで今年暖冬でねあったかかったからそろそろ収穫した方がいいんだろうなって感じ。 苗として成熟してる感じもあるし、タイミングを考えなきゃ。私決めました。今日が55日目でしょ ?60 日目になったら収穫しようと思います。収穫時期を逃すと、すっていうのが入って、まあ、なんだろう、実の部分に空気が入って、 スカスカになっちゃうみたいなね。そういうのもあるみたいで。まあ、もしかしたらもう巣が入ってるかもしれないけど。切りよく60日まで様子見て収穫しようと思います。収穫した暁にはもりもり食べます。今日も元気元気。こんなに寒いのに。偉いわ。ラディッシュたち収穫したらどうやって食べようかな。身が丸々太ってたらさ、ピクルスとかにしたり。 薄く刻んでサラダにしたりとかあるけど多分ひょろっとしちゃってるからねどうやって食べよう葉っぱの部分はもう自由自在だろうな炒めてもよし汁物に入れてもよしだろうねサラダにしてもいいだろうしラディッシュの収穫時期って調べてさ画像とか見てももうさ土からこんもりまん丸まのラディッシュが半分くらい見えててそれだったらね分かりやすいんだけど 膨ららんんでなないかか全然わかんなくて大根とかも面白いよね。なんか、引き抜いたものもう一回刺したんかっていうぐらい、豪快にぶっ刺さってるって感じ。幻の剣みたいな刺さり方してて面白いよ、大根。先週ぐらいは結構あったかかったけど、今はもう本格的に冬って感じで、めちゃくちゃ寒い。寒くなってきて最近の流行りはね、旦那さんの部屋着のあったかい モコモコの斑点を私が勝手に着てるんだけどその斑点をドラマとか映画の俳優さんがジャケット着るときみたいな感じで無駄にかっこよく斑点を着てるのにはまってる <laughs> うっすら雪が降ってる通りで寒いわけだスケジュール的に明日収穫なんだけど葉っぱがね見る感じしおれちゃってんのよね 水が足りてないんだろうなっていう感じだから、お水あげようと思います。で、ネットの上からあげると、そんな土崩れないよ、みたいな聞いたから、それも実践してみます。こんな感じこんな感じでいいのかなあ、でも確かに、直接土の上からあげるよりは、崩れてない気がする。じゃあこれでたっぷりあげて、明日収穫しますか。 やってきました。ラディッシュ最終回。いい収穫日和ですね。じゃあ早速、抜いていきましょうか。結構硬い。抜いた。まあでも綺麗な赤色だね。一生懸命育ってるわ。二本目、抜けた。ああ、これが、巣ってやつ酢がスッと入ってるっていうこと一本目抜いたやつも皮みたいにむけてるから、これが巣ってやつなのかな まあ全部抜いていこう。今んとこ全部こういう状態。もうちょっと早めに収穫でもよかったのかね。これ、ちょっと膨らんでる。嬉しい。最後の一本。こんなに収穫できました。丸くはならなかったけど、全部美味しく食べます。あと、野菜育てるのすっごい楽しかった。ここまでありがとうございました。シーズン4は何しよう 私が種から育てて収穫したこのラディッシュ。最初はオムライスにでもしてみようかなって思います。適当にいい感じに切って、フライパンにオリーブオイルを敷いて、先にニンニクにちょっと火を通して、ラディッシュ入れて炒めて、ケチャップを先に入れます。お砂糖も少し。ご飯を入れて、 ャップライス完成なんかおしゃれな感じなんじゃないチーズものっけちゃう卵に牛乳入れてで追加でまたラディッシュ入れますフライパンにバターしいてなんとなくオムレツっぽいのを作ってのっけてまあ私にしては上出来でしょうラディッシュの「ラ」って書いて完成いただきます想像以上に美味しいぞこれ ラディッシュの香りがすごく引き立って美味しかったみんなもラディッシュ育ててオムライスを作るんだごちそうさま旦那さんが私の育てたラディッシュを使ってピザを作ってくれようとしてますトマトとエビとツナとラディッシュとバジルソースとチーズあと玉ねぎも乗ってるかな上手に焼けましためちゃくちゃ美味しそう 生地を作って具材を乗っけて焼くだけですからね。めちゃくちゃ簡単で美味しそう。ちなみに同じくらいの大きさのピザをもう一枚作ってくれました。2枚とも一瞬でペロリと食べちゃいました。これでラディッシュを全部美味しくいただきました。ごちそうさま。ラディッシュ最高。